何今の子もしもし、お疲れ様、帰ってきたの、うん、どうやった？今回見てもらって、あの三弁、三等弁、三、なんていうの、三小弁、三突、三者弁逆、それだけちょっとあって、うん、で、例えばもし疑いがあるとしたらいろいろ照らし合わせんねんって、ここまでが基準範囲ですよみたいなところを見せてもらったんやけど、今日リスクを見る感じやと思う。この病院で埋めるか、そんなに重視してない問題なんかなとか思ったり、まあなんかやっぱ一時的な問題やったとか、それだけの数値じゃ他の数値と照らし合わせてみるとか、そんなもんなんやろな、きっと。
先生の口癖がさ、大丈夫かと思います、なんとかかと思いますやからさ、いつもさ、かと思いますがちょっと不安になる。安心をしたけど、ほんまにそこだけ、ちょっと調べてみようかなって感じしたら、急遽病院行くとかあるかもしれない。まあそれはあるかもしれないな。うん、まだお昼食べ終わってないやろ。じゃあちょっとまた、うん、まあとりあえずそんな感じ。じゃあまたね。はーい。